士との戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。妖魔軍の前に人間は敗北を繰り返した。この絶望的な状況を覆すため残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し敵の要たる妖蛇を撃つのである。たとえそれが無謀な賭けに等しくとも。生き残った最後の英傑馬超、芝生、武中半兵衛の三人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだった。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛けるか。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんだから。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。馬毛騎の戦、見るがいい。のみ一か八か妖者を狙うか。この戦い分の悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手が悪すぎる。妖者はこの門の向こうか。人間どもの残党か。清盛様を待つまでもない。上様が引導を渡してやる。よし、このまま妖者の元まで駆け抜ける。うわはっつい、あれがはやー、でかすぎるぜ。ついはっ、行くぞ。崖を飛び降り妖者に迫るのだ。一発ぬえーらせん客。攻撃するしかないよね。敵の土砲を借りようよ。下にも土砲があるみたいだな。せめて見るか。なんだあれは。一発ぬえらせ客だ。
長くがいい。敵将ザモーキが討ち取った。私としたことが、やっせいはっせい、はいやっ。お、あったな。この土砲をいただくとするか。てくれたもの、俺は絶対に諦めん。このままでは、敵将、馬防機が討ち取った。
町をここで口当てろ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。せいぜいあがくがいい。敵将馬防騎が討ち取った。まだまだ、最後まで諦めん。ついつい、はいや、感謝のしようがございません。はいや、ついはいや、ここで口当てろ。やっと、ついつい、やせいぜいあがくがいい。敵将馬防騎が討ち取った。
つまんない。もっと楽しませてよ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。受けてみよう。こちらへ。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ、今さら千人くらいで驚かないが、俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力では過去へ渡りお味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。話が唐突すぎてついていけないんだけど。蔓延を尽くしてもご理解は得られますまい。されば少佐をお見せしましょう。俺たちの陣地か。バカな、妖者に挑む際引き払ったはずだ。それがなぜここにある。俺たちが時間を戻ったんだろうな。これがかぐやの言った本当に過去へ戻れるというのか。ならば妖者出現の後、この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共に小田原城を目指していた。その途上、医療の地で襲撃を受け、そして俺は一人生き延びてしまった。俺は仲間を救いたい。頼む、その時へ戻してくれ。承知いたしました。では行進にお進みください。So before I ended here, basically what has happened was at the beginning portion, if you couldn't read it, is that the Hydra attacked and all these nations are coming together to face it. And the events that happened in the prologue, obviously we were no match for the Hydra. And this girl right here, she's able to travel back in time and he lost his friends. So basically what happened is now we're going back in time, building our strength, building our army again, so we could face the Hydra at the end of all this. So until then, stay tuned for part 2.